いやなんかね、3日4日ぐらい前にヤフーオークションにラファエルの書籍を出品するって出したんですよ。そうですよ。あれもう完全なやらしくて、そもそもラファさんがコンビニに買い物行くっておかしいんですよ。なんでマネージャーおんのにラファさんが行くんやっていうところから、もうそもそもコントなんですよ。まあ、そこで気づいてくれとは思ったんですけど、まあ、YouTube リストはやっぱりね、純粋すぎたんでしょうね。純粋すぎるがあまりに。ちょっと、おい、超えるとね、大丈夫大丈夫ちょっと一瞬止まったの、本気が。ちょっとお前。